皆さんこんにちはただいまから宅地建物取引士と ADR ということで講義の方を始めてまいります担当は講師の平柳と申しますよろしくお願いいたしますさて今回はですね宅地建物取引士の資格をお持ちの皆さんに ADR とのつながりそして ADR に関する簡単な紹介等も含めたまあ ADR においてのですね調停人としての候補者に推薦するためのまあ必要な講義というものをやってまいります でまず ADR という言葉えちょっと皆さんにはなじみがないかもしれませんので、それに関する話を最初にちょっと簡単にご紹介をいたします。では、こちらをちょっとご覧ください。 今回のテーマは、宅地建物取引士と ADR ということになりますが、まず第1章で、宅地建物取引士と ADR に関して、そして、後々の方ですが、第2章の方という形の位置づけで、いわゆるその基本的な知識ですね、これは建築と法律に関しての補充式知識をちょっとお話をする予定になっております。でまず、第1章1番で、ADR というのがそもそも何なのかということを、これをちょっと見ていきたいと思いますが、1の括弧一1、ADR とはです。 ADR というのはオールタ r n a t i v e d ートレ u t e ーション l これの頭文字をとって ADR ということになっていまして、日本語では裁判外紛争解決制度というふうに略されます。これは要するに裁判によらないで紛争を解決する手法ということになりまして、いわゆる朝廷による紛争解決などのことを指すということと思ってください。 通常ですね、二段落目にありますけれど、裁判っていうのは、ある当事者間の紛争に関しまして、まあ、裁判所が最終的な判断を示す、まあ、つまり判決ということですね。これによって、争点に対して最終的な解決を与えるというふうな制度になっています。 で、これに対して、これからやっていきます、ADR というのは、まあ、間に立つ調停人という人がですね、当事者間の自由な意思と努力に基づいて、紛争の解決を目指す、そういう手伝いをしていくというふうな制度になっているわけです。では、この ADR というものは、裁判と違ってどんな特徴があるのか、それが次の括弧2番の方になりますので、ご覧ください。 ADR におきましては、当事者が紛争解決のために、互いに歩み寄る姿勢、これをもって、調停人が中立、公平な第三者として間を取り持つことで、裁判に比べて簡易、迅速、低廉柔軟な形で紛争解決を図ることができる、まあ。そのような特徴があるということになります。 一般的なイメージとして皆さんもお持ちの方は多いと思いますけれど、えー、裁判といいうのは基本的ににに非常に固い手続きになってますね、えー、そして内容的にはもちろん時間もかかりますし専門性も高く、えー、さらには費用も例えば弁護士さんなんかにお願いしたりする場合もありますので、えー、そ,ういうそういう弁護士費用等も含めて、まあ、お金も結構かかるということで、まあ、なかなか解決に至るまでにはですね時間と手間暇とお金とがかかるというふうな特徴がまあ,ある わけですでこれに対して ADR は今話が出てきましたように非常にまあ簡単な形でそして柔軟にそして費用も安く、まあ、早く、まあ、解決をすることができると、まあ、そういう裁判とはちょっと異なるですね大きく異なる特徴がある制度なんだということを認識をしていただくとよいと思います。では続きまして括弧3番です。 そのような ADR におきまして、間に立つ調停人というのはどのような役割を果たすのか、それがカッコ3番の話になりますで。ご覧いただきますと、調停人の役割としてですが、調停人とは争っている当事者の間に割って入り、中立の立場で話を取りまとめる役割を担う人だということになっています。 で、二段落目ですが、具体的には、当事者それぞれからトラブルの状況や、それぞれに、それに対する主張を十分に聞き取って、そして当事者双方に歩み寄りの余地があるかを見極め、双方の納得できる着地点を探していくという作業、これを行うのが調停人だということになります。 で具体的に調停人の候補者となるためには、まあ、様々なですね、えー、まあ研修等を受講するということは必要になる場合がありますけれども、まあ、内容としましてはですね、基本的にまあ紛争の当事者がいる場合に、まあ、それぞれからきちんと話を聞き取る。そして前提となる状況や、あるいはそれぞれがですね、えー、ま持っている言い分ですね、そういうものについてもきちんとくつぶさに聞き取って、 でそして、お互いが主張している中で、重なり合う部分、つまり、こういう方向で解決をしたいんだと双方が思っているわけですから、そのですね、方向の、双方の主張している中に、重なり合う部分が、重なり合う部分があるのかどうかということを探っていきながら、あるいは場合によっては、重なり合いがですね、見つけられそうな方向に当事者を守っていく、まあ、誘導していくということですね。そうすることによって、 導いていっててっ着着地点にまあたどり着かせるととうこともちろん着地点を見つけることだけが仕事ではありませんから、まあ、その着地点が見つからない場合には ADR ではちょっと難しいですねというのも一つの解決の、まあ、解決といいますか結論ということにはなるんですけれど、まあ、少なくとも当事者からきちんと話を聞き取れば内容としては重なり合う着地点が見つかる場合もまあかなりあるわけなんですね。ですからそういううういいいいととととこころを見出していくののが調停人の役割だに わけですでは続きまして下に移って2番目非弁行為これは弁護士法72条に規定されているものなんですけれどもそれと ADR というものについてもここで確認をしていきましょう弁護士法72条という条文によりまして通常弁護士ではない者がトラブルの解決を業務として行うということは非弁行為として禁止をされています。 で、しかし、二段落目ですけれども、平成19年、え紛争の調停や圧旋を行う民間事業者に国の認証を与えてえ、そして裁判外での紛争解決の促進を図る目的で、裁判外紛争解決手段の利用の促進に関する法律、えこれを通称 a d r 法というんですけれども、これが施行をされました。で、その結果、法務大臣によって裁判外紛争解決機関、 として認証を受けた事業者。まあ、現在ですね、これに関しては今回の講義に関わる一般社団法人の日本不動産仲裁機構というものもこれに該当するんですけれども、そういった事業者は、紛争の当事者双方からの依頼を受けて、弁護士でなくても報酬を得て和解の仲介をすることができるというふうな制度が創設をされました。 ま、これはいわゆる先ほど一段落目で見た弁護士法72条の例外に該当するということになるわけですね。で、そのような法務大臣の認証を受けた認証事業者が行う ADR には、例えば事項に関する中断。まあ、代表的な例は消滅事項の中断ですね。それから ②、丸二訴訟手続きの中止。それから ③、丸三調停全治原則の不適用。 まあそういった強い法律上の効果が認められますということになっています。まあ、これらの詳しい内容につきましては、まあ、ADR 調停人となるために必要な研修のところで詳細は学習をいたしますので、まあ、今はこういった軽く触りのところだけということで認識をしていただければ良いと思います。はい、そして次のページに移りますけれども、 日本不動産仲裁機構の調停人候補者となった方々に関しては、日本不動産仲裁機構が手続きの実施者として行う ADR 手続きの中で、具体的な調停人としての役割を担い、そして ADR を実施した際に、日本不動産仲裁機構から報酬規定に基づく報酬等を受け取ることができると、まあ、そのような形になっているわけです。 で、この点については、過去書きのところでちょっと注意をしていただきたいことがあるんですけれども、当事者からではありませんというふうにちょっと注意がありますよね。 でこれはどういうことかと言いますと、先ほど話が出てきました、まあ、ADR 法に基づく ADR の実施というのは、つまりその弁護士ではない方が、まあ、紛争の間に入って仲介をするということですね。和解の斡旋をしていくというふうなことが認められるのは、法務大臣の認証を受けた、まあ、認証事業者というものに認められている制度なんですね。 ま、従いまして、例えば、日本不動産仲裁機構という認証事業者がいるわけですけれど、そこの、ま、調停人の候補者と仮になった場合に、調停人の候補者だからといって、自分が現場で、私は調停人の候補者なので、調停をやれますよっていうふうにして調停を取りまとめて、そして当事者からお金を取ってしまったら、それはまずいということになります。 であくまで、紛争の当事者がいた場合に、紛争の当事者が、日本不動産仲裁機構に、まあ、ADR の申し立てをして、で、日本不動産仲裁機構がそれを受理し、そして、調停人として、まあ、登録している名簿の方の中から、調停人、調停人、候補者の名簿の中から、調停人を選ぶわけですけれども、その調停人を選ばれた、調停人として選ばれた場合に、その間に立って、えー、和解の汗をすることができるという位置づけなわけですね。 ですから調停人候補者から調停人というふうに選ばれて実際に現場で,です、ね、調停を行った際には費用は当事者からもらうのではなくて日本不動産仲裁機構から委託を受けて委嘱を,、ね、をされて調停を実施することになりますので仲裁機構のいわゆるその報酬規定というものに基づいて所定の報酬をもらうというふうな形になっていると。 これが弁護士ではない方がま ADR というものを実施すると、しかも有償でということですね。それに関する内容のま制度の流れだということになります。その意味でもう一度上の方を見ていただきますと、仲裁機構から報酬規定に基づく報酬を受けるということが認められているのが ADR 法による ADR の手続きであっ で、まあ当事者からではないんですよということですねえそこをちょっと注意はしておいていただきたいということになりますそれでは ADR に関する簡単な説明はこの程度でおしまいといたしましてえ続いては各地建物取引士との関連での話にちょっと焦点を絞っていきたいと思いますでは続いて大きな三番をご覧いただきまして不動産取引と情報の非対称性についてえこれをちょっと見ていきましょう ご存知の通り、不動産取引というのは、法律や金融、保険、建築といったような様々な分野が絡み合いますので、家を取得するためのプロセスっていうのは非常に複雑かつ不透明ということが言えます。でインターネットの普及によりまして、まあ、容易に情報にアクセスをできるようにはなりました。しかし、断片的で正しい情報かどうかっていうことの判断のつかないような様々な情報が溢れています。 その意味で不動産に馴染みのなないような消費者ですね、不動産取引には馴染みがないような消費者が自分自身で適切な判断をするっていうのはなかなか難しい状況があるということになるわけですね。で他方で2段落目になりますけれども宅地建物取引業者やあるいは宅地建物取引士の皆さんは日常的に不動産取引に関与しています。 バイバであれ、対借であれ、それを仕事として日常的に取り行っているわけですよねで。その意味で一般の消費者と比較をしますと、不動産取引に関する情報ですとかノウハウは非常に豊富だということになるわけです。でそのために消費者と比較をした場合に、 一般消費者と宅地建物取引業者、あるいは宅地建物取引士の皆さんとの間にはですね、圧倒的な情報やノウハウの格差、まあ、いわゆる情報の非対称性と言いますけれども、それが存在をするということになるわけです。で、そのためにということなんですが、従来から不動産取引におきましては、不動産業者と一般消費者との間で直接的、 あるいは間接的にさまざまなトラブルというものが生じているわけなんです。でこうしたトラブルは先ほど出てきました情報の非対称性というところが背景にあるのだということを認識をしておいていただきたいと思います。さてそれではそのような不動産取引におきまして宅地建物取引士の皆さんに期待されている役割は何なのだろうかということをちょっと次に見ていきたいと思います。 では4の括弧1に話を移しまして、タクシタテモ取引主任者からタクシタテモ取引支援ということですね。これを見ていきましょう。 宅地建物取引業法上の所定の業務、例えばご存知の通り重要事項説明とかですよね、そういった業務を行うために必要な資格である宅地建物取引主任者という資格は平成26年の宅地建物取引業法の一部改正によりまして27年の4月1日からご存知の通り現行の宅地建物取引士というふうなものへと名称が変わりました。 で、これは前述したような、まあ、いわゆる情報の非対称性に基づくトラブル、これが存在することを踏まえまして、ただ単に名前が主任者から資業という取引士へと変わったというだけではなく、資格者の資質の向上、これをも目的とする改正であったということになります。 で従いまして、具体的に宅地建物取引業法においては、この名称の変更に合わせて、次のような内容の改正に関しても行われたということになります。で、その下の枠内、ちょっとご覧いただきたいと思いますが、宅地建物取引士に関する宅地建物取引業法の改正ということですね。でまずは、丸一番。宅地建物取引業者。 および、宅地建物取引士の結核自由。結核自由としまして、暴力団員等というものが追加をされました。それから続けて、丸二番。宅地建物取引士は、宅地建物取引業の業務に従事するときは、宅地または建物の取引の専門家として、購入者等の利益の保護、 および円滑な宅地または建物の流通に資するよう、資するというのは役立つということですね。役立つよう、公正かつ誠実にこの法律に定める事務を行う。とともに、宅地建物取引業に関連する業務に従事する者との連携に努めなければならない。というふうな条文が追加をされました。それから、丸三。宅地建物取引士は、 タクシー建物取引士の信用、または品位を害するような行為をしてはならない。このような倫理的な規定も追加をされています。そして、丸4番。タクシー建物取引士は、タクシまたは建物の取引にかる事務に必要な知識及び能力の維持、向上に努めなければならない。というふうな規定も整備をされました。 まあこのように、名前が単に変わったというだけではなく、内容に関しましても、その資格者の資質の向上を目的として、一定の改定がなされているということですね。こういったことを認識をしていただきたいというふうに思います。はい、そして、3ページの方に移りますけれども、一番上の方で括弧二2番ですが、タクシタテモの取引士の 宅地建物取引業法上の役割と氏名ということです。でまずは丸一番。宅地建物取引士の宅地建物取引業法上の役割についてですけれども、これは皆さんが既にご存知の通り、まあ、そして、えー、受験勉強の時にもそういった内容についてはしっかり学習されたと思いますが、タ、え、ク、ー、建物取引士でなければできない業務というものがあるわけですね。具体的には次の枠内の3つです。 一つ目は、重要事項の説明という業務。それから二つ目は、重要事項説明書、いわゆる35条書面ですね。これへの記名へ応印。そして三つ目が、契約書。これは37条書面と言われますが、その書面への記名へ応印。 で、こういったものは試験に合格をして、まあ、そして、ま、登録をする、宅地建物取引士というものでなければできませんよということになっているわけですよね。え、そのような形で、え、まあ、具体的に宅地建物取引士、まあ、取引士を持っている取引士でなければできない業務というものがあったということを確認をしてください。では次に、丸2番ですが、 宅地建物取引士の、まあ、いわゆる宅建業法上の使命というのは一体何なのかということですが、上記の業務、丸一番で今見てきました業務に加えて、宅地建物取引士に求められる使命としては、次の三つのものが挙げられます。まず一つ目が顧客の利益の保護。これを図ること。そして二つ目が、必要な知識、能力を向上させること。そして三つ目が、 コンプライアンス、いわゆる法令遵守と言われるものですね。で、ここでいうコンプライアンス、法令遵守に関しましては、まあ、単純に定められている法律を守ればよいという趣旨ではなくて、その周辺に関する、いわゆる社会規範ですとか、そういったものに関しても守るというふうなことを念頭に置いた概念として、現在は理解をされています。 ですから、法律にですね、適合して一切すればよい。つまり、法律だけを守ればよい。法律でないものは守る必要がない。というふうなものではなくてえ、法律を含めてですね、周辺関連分、関連する分野に関しても、社会的な規範も含めて、つまり直接法律とはされていないものに関しても、遵守をすることが、このコンプライアンスの内容としては必要なのだということが、現在は理解されて、そのような形で現在は理解されているということも合わせて確認します。 しておいてくださいさあ、このような内容が、えー、宅,地宅地建物取引士の宅建業法上の役割と使命ということになりますさあ、ここまでの内容を踏まえてということになるんですが今回のまあ、いわゆる中核になります宅地建物取引士と ADR というものの関連というものを最後に見ていきたいと思いますでは5の最初の段落に移りますが 不動産取引におきましては、前述した情報の非対称性というものを前提として、関係当事者間において様々なトラブルが発生をするわけです。不動産取引に仕事として関わる宅地建物取引業者、それから宅地建物取引士は往々にしてそういった場面を目にする機会があるはずです。で仮にそのようなトラブルが発生をした場合、 裁判によらないソフトな着地点、着地点。これを模索をするために、まあ今まで見てきた ADR というですね、裁判外紛争解決制度というのは非常に有効な手段というふうに言えます。しかしこの ADR は皆さんもですね、もしかしたら多くの方が聞いたことがなかったという方もいらっしゃると思うんですけれども、まだまだ社会的、一般的には認知度が高いとは言えない状況です。 で、そこで最後の段落になりますが、日々の業務の過程で顧客、あるいは関係者が直面している不動産取引に関するトラブルについて、まず丸1、宅地建物取引士の皆さんが、その解決策として ADR というふうな手続き、制度があるんですよっていうことを紹介や提案をしたり、あるいは丸2番、調停人候補者というふうに自らがなった そしてそういった登録をした宅地建物取引士の皆さんが日本不動産仲裁機構からの委嘱を,を受けて自ら調停人として DR による和解のあっせんをしたりして当事者が自由な意思と努力に基づいて紛争の解決をする手助けこういったことをすることで顧客に対するさまざまなアプローチこれが可能となって業務の幅が大きく広がることになりますということですね。 まあつまりこの ADR というのはですね、まああの時々質問を受けたりすることがあるんですけれども、じゃあ日本不動産仲裁機構から、まあそういった ADR に関する仕事がたくさんですね、来て、そしてそれでまあご飯を食べれるようになるというふうな形なのかっていうと、そもそもそういうふうな目的の制度ではないんですね。 ですから、ADR に関する皆さんのです、ね、立ち位置といいますか、皆さんの関わり方としては、皆さんが日々、業務の中で接するところで生じてくる、いわゆる不動産取引に関するトラブル。 そういったトラブルがあった場合について、ADR というふうな手続きを提案を、ADR という手続きによる解決を提案をしたり、あるいは ADR の手続きはですね、まあ、詳しい話はまた、それぞれ調停人となるためのですね、研修とかのところで話をする機会があると思いますので、そちらに譲りますけれども、この ADR という手続きは、その発見をした、その業務の中でトラブルに直面を,直面をしている人がいるということが分かった場合に、調停人 候補者とししてて登録をして自分自身がですね調停人候補者として登録をすることによって自らを調停人と、まあ、選任をしてもらってそして解決をするというふうな道筋もありうるということなんですね。で従来ですねおそらく皆さんが業務の中でそういったトラブルトラブルが起きた場合に場合によりましてはですね 当事者の2人の間のですね、間に割って入って、で、自分の、まあ、いわゆる専門的な知識等をもとにしまして、話し合いで解決をするというふうなことをしていた方もいらっしゃったかもしれません。しかし、厳密に言いますと、そういった場面というものは、いわゆる先ほども出てきました、非弁行為、弁護士法72条に違反する行為というふうになる可能性があったわけです。 ところが、ADR の調停人候補者という形で調停,調停人候補者の登録をすることによって。 でいわゆる制度として認められている ADR の調停を行えるというふうな状況のもとになりますので、まあ、ADR の調停自体は日本不動産仲裁機構が行う ADR はもちろん所定の手続きの実施費用がかかりますので当事者双方からそういった優勝の形で ADR を実施するということになるんですけれどそのような調停をですね優勝で行うというふうなメニューもそのいわゆる自分が調停人候補者であればですねやれる可能性 性があるそういうもとでいわゆるその今回は優勝の ADR まで行かないで当事者間で話し合いをすることでまとめましょうっていうことも実施をすることがまあ可能になってくるわけなんですね。ですから優勝の ADR をすることができるということも前提に立っているということが皆さんの業務の幅をさらに広げていくということにもなるわけです。 まあそのような趣旨で、この宅地建物取引士と、それから a d r というものの関わりを認識をしていただくと良いかなというふうに思います。まあ、以上が最初の一番大きなですね、第一章としましての宅地建物取引士と a d r というものに関してのお話でした。